皆さんこんばんは、金子めぐみです。ライフスタイルアプリメディアロカリがお届けする人生いろいろお悩み相談室の時間です。ロカリ編集部の荒井道則です。この番組は元衆議院議員で現在はコメンテーターとしてもご活躍の金子めぐみさんをお迎えして、ロカリ読者から届いた様々なお悩みの相談に乗ることで、少しでも皆様の生活のお役に立てたらという思いを込めてお届けします。金子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回はミミさん、28歳の方からのご相談です。はい。マッチングアプリで知り合った男性と関係を持ちました。その後、毎日連絡を取り合う仲になり、1、2ヶ月ほど経ちましたが、発展がなく、今の関係を問うと、実は借金があること、未婚で子持ちであることを告げられました。これが理由で付き合おうと言えなかったと。あとは考えてほしいと告げられ、自分の気持ちに悩んでいます。将来を考えると金銭的にも苦労することは目に見えていますが、打ち明けてくれた彼を借金があり、子持ちというその2点を聞いた途端に切り離すということが、自分の中では心苦しく、踏み切ることができませんという。なるほど。借金があって未婚だけど子持ちの男性と、どうしたらいいかっていうご相談ですね。まあ、ミミさん自身は今、毎日連絡取り合っている、この1、2ヶ月、一番楽しい時期なんだろうなっていうのはなんとなく感じるんですけれども、また男性の方も、これ正直にね、まあ、借金のこととか、見込んで持ちであるということを、まあ、話してくれているというところは、まあ、誠実さも感じられるんですが、まあね、正直お金、金銭的なこと、借金の理由、どうして借金があるのか、やっぱりお金にですね、まあ、ルーズな方というのは私はあまりお勧めできないんですよね。で、まあ、人生をそれで破綻させている人っていうのは結構いらっしゃる中で、この家族としてね、それを支えきれるのかどうかということに、まあ、ご本人もお気づきで苦労することは目に見えているわけですから、というところがあります。ただ1、2ヶ月ほど今経った中で、まあ、2ヶ月ですよね。まだその彼のことをよく分かってないと思うんですよ。いいところはもちろん少しずつとかあると思うんですけれども、いいところも悪いところも、やはりまだまだ全てを分かる年月ではないと思うので、まあ、気持ちがね、あるんであれば、私は、まあ、もう少しね、そのゆるりとお付き合いを続けるのも悪くはないと思うんですね。で、その中で、まあね、2週間前にも言ったかと思うんですけれども、まあ、お付き合いをする、そしてその先に結婚をするとなった時に、まあ、その後何かが起きた時、まあ、この方の場合は、まあ、借金であったりですね、連れになっているお子さんとの関係で何かがあったとしても、それを乗り越えられるこの男性の良さというもの、天秤にかけてそれを上回るものが、もしかしたらこれからお付き合いしていく中で見えてくるかもしれないから、まあそういう意味で言うと距離を縮めていく時間としてもう少し見てもいいかなとは思います。ただ距離を縮めることによってより一層離れられなくなるというリスクもあることは、覚悟の上でお付き合いをしていくっていうのは一つあるかなと思いますよ。そうですね。どうですかね、荒井さん。じゃあ、今すぐ別れなくてもいいっていうことですかね。そうですね。もしかしたら本当に、まあ今借金、私は借金とかお金のことに関しては厳しく言う立場、言う方ではありますけど、ただ今幸せなね、毎日がきっと今キラキラしてるんじゃないかと思うんですよ。連絡取り合いながら。そのミミさんに、もうすぐ別れなさいっていうのもなんとなくそれこそ心苦しいというふうに思うと、まあまだ彼自身のことを全てを分かっていない、ミミさん自身も分かってない中で、今あるその借金とお子さんのことという、この事実だけでね、もうすぐ別れるっていうのもちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね。もしかしたらすごく運命の人で、それ以上の何かが、もう、この男の人との間であるかもしれない、これから。っていう意味で、その時間を重ねるっていうのもあるかなとは思うんですが、ただ、結婚している立場から言わせてもらうと、まあ、結婚生活っていうのは恋愛と違ってリアルなものですよ、ということも合わせてお伝えしたいなと思います。お金のこと、これ本当に大きいなと思いますよ。あれなんですか、いい借金、悪い借金ってあるんですかね。
だってその理由が例えばギャンブルであるとかね、そこに依存しているとなると、まあ、ご本人すらそれをね、依存症ってそういうものなんですよね、周りがどう言ったって、まあこっそり隠れて繰り返しちゃうわけですから、でそれを、まあ、それに付き合い切れるかどうかってところもあると思うし、そのお金のかさみ方も 大変なものになっていくとなると、まあ、それ家計になる、結婚したら家計となるわけですけれども、それが全部その後後々重くのしかかってくる可能性があるから、で今お連れのお子様だけじゃなくって、この結婚となった時にミミさんとの間に生まれたお子さんにもね、人格人生がある中で、そういった男性っていうのは、まあ、自分のことを中心に考えてしまうと、家庭顧みずっていうことになっちゃうとですね、いろんなことがさらに重くのしかかってきますよね。でそこはどうかというと、私はあまり明るい未来がないとは思うのですが、まあ、繰り返しになりますけれど、ただ今楽しい時期なんだろうなっていう気持ちも伝わってくるんですよ。ミミさん28歳でね、周りもご結婚されていくとか、30歳手前というところで焦りもあるんですよね、感じるんですよね、なので、まあ、私が別れなさいって言ったら、すっきりするなら別れなさいと言いたいですよ借金っていうことに関して言うとね、お子さんが連れてるとかではなくて借金の部分が一番引っかかるんですけれど、ただね、なんかきっとそれはご本人も告げられた瞬間、えって思ったと思う、それがなければ本当にきっと楽しい毎日を送ってたと思うんですよ、ミミさんもね、でその時間を、まあ、将来長く見なければ、なんか続けさせてあげたいなって気持ちもあったりするので、まあ、私はそういう意味で言うと気持ちがあるんだったら、距離を縮めていく時間を持ってもいいかなと思っていますが、まだ言っても交際期間が 1,2 ヶ月ですからね。そうなの。何にも多分ね、そんな分からない部分もあるので、彼のことをね、でも分からないって、私がご本人も分かってないのに、その言われてるように借金と子持ちであるということだけで、じゃあ切り離すことはちょっと心苦しいと思ってるんであれば、じゃあもうちょっと続けてそれ以上のものが見つかるかもしれないっていう、彼の良さが分かるかもしれないって思っているんじゃないかなって気がするんですよね、この言葉の中に、ミミさんの、なので繰り返しになりますが、そこはそこでまた離れられないかもしれない、そこは覚悟してお付き合いされたらいいんじゃないですかね。なるほど、金子さんは今の旦那様と交際期間どれぐらいあったんですか？ですね、付き合ったのは2年になるのか、でも結婚しましょうって夫に言われたのは付き合って2ヶ月でした、じゃあこのミミさんと同じぐらいのタイミングなんですね言いましたね、あの人はね。だけれど、まあ、私たちの場合ちょっと、ね、特殊で、まあ、選挙というのがあるので、まあ、次の選挙に勝ったらにしましょうっていうふうに私はその時に答えたんですよね。なので、まあ、それは彼も同じ立場だったので、すぐ納得しましたけれども、でもね、私自分でもし結婚するとなった時に、借金があるっていう、じゃあどのくらいですかって、まあ本当に多分相当聞くと思います。で、それはどういった理由でできた、もしかしたら人助けのために借金してるかもしれない、この方がね。なるほど。だとしたらまた考え方違うんですけれども、さっきも言いましたけれども、まあ、思考趣味の部分のまたギャンブルだったりで、したら私ちょっと考えるな、正直。じゃあどういった借金かっていうのもちょっと探ってった方が良さそうですね、もしお付き合い続けていくんであれば、まあ、一緒に考えなきゃいけないわけですからね、もうゆくゆくね。だから将来考えていくときに、その借金がどうして生まれたものなのかということは大事なポイントだと思いますね。なるほど。じゃあ、まあミミさんは、まあ今すぐ別れることを選択しなくても、そうですね、私は私から言えることは、まだ分かってないということですよ。 1,2 ヶ月楽しい時期、だからそれはそれで私はミミさんの幸せというかですね、毎日が輝くというかね、楽しく過ごしているんであれば、何も知らない私が突然ですねその借金の理由もわからないという中で別れた方がいいっていうのもちょっと違うなと思うので、しばらく様子を見るのも一つかなと思います。
ただその借金の理由を聞いて、これはちょっと私は背負えないなということだったり、うん、先ほども言いましたけど、恋愛というものじゃなくてその先も見据えた時の結婚っていうことを考えた時には、うん、もっともっとリアルさが増してくると思うんですよ、うん、そうなればちょっとお別れするっていう選択をその時に考えたらいいと思います。うん、まだ28歳なんでね、うん、そんなに焦らなくてもいいのかなって僕は思いますけどね。いやでもね、女性はね、なかなかこの28歳っていうのはね、私は気持ちとして、まあ、私自身はね、もうあんまりそこまで、あの結婚願望が前も言いました、強い方ではなかったので、28歳の時はちょうどね、うん、選挙に立つ時だったんだ。なんか自分の、まあ、自己実現の方がどちらかというと強かったので、あんまり結婚とか恋愛の方ではなかったんですが、はい、まあ、ミミさんの周りでもね、うん、ご結婚された第1波、第2波くらいのところで、自分もっていう気持ちがあるんじゃないかな。だからマッチングアプリでね、知り合おうというそのアクションもね、自分で知り合う機会を作ったりもされてるんだろうと思うので、まあね、もう少し様子見てもいいかなとは思いますけど。そうですね、うん、ミミさん参考になりましたでしょうか。金子さんありがとうございます。はい、それでは次回も金子さんにロカリ読者のお悩みにお答えいただきたいと思います。金子さんに聞いてほしいお悩みや、それ以外にもこういうテーマで話してほしいなどのご意見がございましたら、質問フォームよりお送りください。明日も皆様にとって素敵な一日でありますように。人生いろいろお悩み相談室、また次回の配信でお会いいたしましょう。